最近でちょっと記憶力の方が弱くなってきてね。あ、そうですか。そうなんですよ、うんうん、昨日食べたものぐらいだったら分かるけど、一昨日食べたものって言われるとなかなか難しくてね。まあなかなかね。いや、思い出しますよ、一昨日朝から何食べたか。でも俺ね、一昨日食べたもの全部覚えてるよね。あ、一昨日食べたものじゃあ全部言える？言える言える。え、ちょっとじゃあ言ってみて。あ、いいよ。覚えてる？一昨日はね、朝から、うん、キヌア、アサイ、チアシード、スーパーモデルか。なんでそんな体にもバカ食ってんだよ。ココナッツオイル、うん、サチャインチオイル、スルフォラファ。後半何言ってんの、ずっともうドラクエの呪文みたいな。で、ラーメン二郎。台無しだよ、おい。せっかくココナッツオイル、スルフォラファ食ってんのに台無しだよ。家系ラーメン。いや、マジで。天下一品。3軒もこってりラーメンはしごしたの。でビュッフェ。そっからビュッフェ行くの。ほぼ食べ放題だったね、ビュッフェって。で、ビュッフェ、はしご、ビュッフェからビュッフェで、バイキングから食べ放題。4軒行ってるけども、あれ中身ほぼ一緒だからね。で、胃薬、胃壊してんじゃねえかよ。行くからそんな、何考えてんのよ。おかゆ、もう食うなよ。なんでそこまでして飯食いたいんだよ。セリナズナ五行楽しむな、七草にして。何雰囲気出してんだよ。ハコベラ、スズナ、富士そば、ホトフ。富士そば挟んだのよ、途中に。そば挟んだだろ。で、朝マック、まあ、朝の話なの、これ。ちょっと待って、こっから昼のスケジュールがどうなってんのよ。バリウム、人間ドック入れてるじゃん。いや、スケジュール考えられ、前の日から食っちゃダメだからね。野菜、大豆、玄米、もう医者に怒られてんじゃねえかよ。体にいいも食いなさいって言われて素直に従ったな。ハンバーグ、豆腐ハンバーグ我慢したな。偉いぞ、いいぞ。野菜、大豆、玄米、野菜、大豆、玄米、野菜、大豆、玄米。ストレスが、レッドブル、壊れたじゃねえか、もう。高が外れていい加減だったな。唐揚げ、ケチャップ、マヨネーズ、うわうわ、最悪だよ。体に悪いもんばっかり食って。卵、お酢、油、うわ、マヨネーズ作ってるぞ、口の中。口の中で生成してるよ、マヨネーズを。うわ、いや、ちょっと待って、やばいね。グラニュー糖、やばい薬みたいにやんなよ。ただの砂糖だからさ。バリウム、連れ戻されたじゃねえか、医者に。連行されたな。少ないお米、味の薄いおかず、なんだ、強制入院かなんかさせられてるのか、病院に。畑の芋、人んちの柿、お供え物、逃げ出したじゃねえかよ。病院から逃亡したな。ミトナット、キリタンポ、ずんだ餅、なんか北に向かってるぞ。なんとなく犯人を逃亡するとき北に向かって言うから。そば、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 あとそば楽しむなよ。犯人の癖しててめえ、真っ赤なリンゴだべ。急に訛ったじゃねえか。青森行ったら訛り出したな。海水、海水、泳いでねえか。泳いで北海道向かってねえか。ピロシキ、ロシア行ったじゃねえかよ。北海道通りがすごい遠泳力だね。雑草、あ、木の実、あ、甘み、力尽きた。ついに力尽きてしまう。どうすんのよ。温かいスープ、誰か助けてくれた。ロシアの優しい娘っ子が助けてくれ。タピオカ、クレープ、ポップコーン、デートしてんな。なんか楽しく娘とデートしてんな。フリスク、ミーティア、モンダミン、キスしようとしてねえかこいつ。モンダミン飲み物じゃねえからな、しかも。どうだったの。レモン、下じゃねえか、キスよ。ロシア娘となんでキスしたの、レモンで表現してんだよ。ウェディングケーキ、どこまで行くんだってめえは。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。